部です。よろしくお願いします。今日もショールームをやっていきます。今日は7時40分ぐらいまでショールームします。なのでもしよかったら皆さん7時40分になったらお知らせしていただけたら嬉しいです。時計がないので。今日はね、朝すっごい夢見て、そう、もうめちゃめちゃしんどかったんですよ、夢が。なんで皆さんにお話しします。そう、今日朝見たのがなんかの経緯でPerfumeさんとコラボをする夢だったんです。そう、Perfumeさんっていうのはポリリズムとかチョコレートディスコとか歌ってる方々で、私大好きなんですよ、Perfumeさんが。そうなんですけど、なんか私自分でメイクするっていうことを分かってなくて、なんか開演30分前になってもメイクを始めてなくて、で30分前とかになっても急いでメイクを始めるんだけど、もう焦りすぎて何も進まないみたいな。そう、本当にもう間に合わないし、ダンスも覚えて、そう、コラボダンスみたいなのがあったんですけど、ダンスも覚えてないしみたいなっていう夢を見たんですけど、よくよく考えたら私がダンスを覚えないで出るなんてことあるかって思ったからあ、夢だってちゃんと起きてから気づきました。夢でよかった。っていう話でした。あとね、昨日だいぶ前にオンラインでくじをやってて、そう、私の大好きな自爆少年花子くんっていう作品があって、その作品だと思うんですけど、オンラインのくじをやってて、でやっと景品が届いたんですよ。そう、だからそれを皆さんにご紹介したいと思います。唐突なんですけど、ちなみにだいぶ前にプリキュアのさ、全プリキュア店のグッズも注文したんですけど、発送日がね6月下旬になったからさ、まだ届いたらそれランダムグッズも買ったからさ、開けていきたいなと思ってます。今回何回引いたの？3回引いたんだっけ、確かね。おお、かわいい。今回3回引いて、ちょっと結論から言うと、好きなキャラはちょっと当たらなかったんですけど、違う、4回引いてるわ4回引いてた。すごい、めっちゃ厳重に保存じゃない、めっちゃ包装されてる。いいですね、最高。
まずこちらモッケっていう、これ師匠か、ミニシキシのモッケっていうキャラクターです。まあこのモッケは怪異なんですけど、そう、かわいいでしょ、めっちゃ画面が映ってる。で次は B 賞のアクリルスタンド、こちら生徒会長ですね。テル、テルだよね君。ちょ忘れちゃった。なんでやねん、生徒会長さんです。いつも生徒会長って呼んでます私は。このキャラクターはまあ、自爆少年花子くんってどういう話かっていうと、まあ難しいな、私なんかわかる、なんか作品もさ、なんかどんな話か教えてって言われて話すと意外となんか説明できないんですけど、まあ花子くんっていうから、まあどういうことなんだろうと思うんですけど、まあ舞台は学校なんですよ。でそこにある日、あの八代ねねっていう女の子が、あのそこでその学校に通ってる八代ねねっていう女の子が、あの七不思議の一人であるトイレの花子さんの元に行ってお願い事をするんですね。そう、お願い事を叶えてくれるらしいよみたいなのを聞いて行くんですけど、そのトイレの花子さんに会いに行ったら、トイレの花子さんじゃなくてトイレの花子くんだったんです。男の子だったんです花子さんが。で、うわ、どこまで話せばいいんだろう。まあ1話はそのトイレの花子さん、まあ、花子くんにお願いを叶えてもらおうとするんですけど、でもこれはこの先話しちゃったらもう1話のネタバレになるからこれ以上話せないんですけど、まあでもなんかなんやかんやあって花子くんと一緒にその学校の会議、そのあるじゃないですか学校の階段が。で最近ちょっとその会議がいろいろおかしいことになってるから、まあなんか一緒にちょっと止めるの手伝ってくれないみたいじゃないけど、そんな感じで始まるお話なんですよ。ごめんなさい、私が話したら全く理解、あの皆さんに分かりやすく伝えられないんですけど。でその花子くんをまあちょっと払おうとしてる払い屋っていうのが源光くんなんですけど、そのお兄ちゃんがこの人です。そのお兄ちゃんがこの人です。はい、長くなりました。でそれ関連で言うとこれが D 賞か、あ、でこの子がコウくんです。そう、でもお話自体は絶対に私の説明なんかよりもマジで面白いので本当に見てほしいです。違う、読んでほしい。で最後がこちら、その八代ねねちゃんっていう子出てきたじゃないですか、そのお友達の葵ちゃんです。はい、今回のラインナップはこんな感じでした。でも本当に久しぶりの、これ原作の絵なんですよ。アニメにもなってるんですけど、私アニメ見てなくて原作しか読んでないので、それも本当に久しぶりに原作の絵のグッズが出て私はすごく嬉しいです。
髪型かわいいって言ったら、そうなんですよ、あおちゃん髪型かわいいの、あの三つ編みでこうやってやってる、かわいいよねあおちゃん。はい、こんな感じでした。私あのなんか9時、まあ、9時では今回いなかったかもだけど、この字幕少年花子くんはね本当に面白いぐらい一人のキャラしか出ないんですよ。でもただ今回はこうやってめっちゃバラついてくれたから嬉しかった。そう、ランダムグッズは夏彦っていうキャラしか出てこない、マジで怖いぐらいに本当にね怖い。花子くんミュージアムっていうのがあって、それに行った時にランダムグッズ大体夏彦で、勘弁してくれって思いました私は花子くんが欲しいんです。そう、そう、勘弁してくれってなったなんでこんなに出るのって思った夏彦しかおらんやんってなったもん。はい、というわけで、まあ初めてねオンラインくじ買って、本当に原作で出してくれてありがとうございますって思いました。感謝です。昨日寝るときめっちゃお腹鳴って、そう、でもあのご飯は食べずにちゃんと寝ました。だからきっと今日の朝ごはんは美味しいです。いやいつも美味しいけど、まあ今は白湯を飲んでね、ちょっとお腹を、お腹というか胃をいい感じに目覚めさせてます。さあこっから何の話していこうかな。うんうん、何話す？みんな。私もちょっと朝だからね、ちょっとテンションはいつもよりも、ま、ちょっと朝はねちょっと声が起きてないから、あのちょっとこんな感じなんですけど、まったり配信なんですけど、そう朝のんびりテンションです。ちょっともう画角がね、ちょっとごめんなさいなんですけど、これ今日は
今日は雨、あら、あいにくの。なかなか雨ってなるとね、ちょっとテンションがこうなっちゃいますけど、気分を上げていきまし、上げていけそうだったら上げていきましょう。っていうか、よくよく考えたら今日月曜日やん。やだ、みんな頑張っていこうね。頑張って、頑張っていこうねじゃなくて、もう頑張ってって言っちゃいましたよ。雨嫌いじゃない。あ、いいじゃん。いいね。私は雨はね、そうだな、なんか時と場合によるかも。なんか新しい、その新しい傘使うとか、新しいレインブーツ使うとかってなったら割とテンション上がるんだけど、まあまあテンションはそんな上がんないよね、普段だったら。そう、なんかここだけ微妙に赤いよね。なんでだ。なんでなんだ。今白湯飲み終わった。今何時ぐらい？多分26分ぐらいですかね、今おそらく26分27分とかぐらいなのかな。29分だった、ありがとうございます。あ、そうだね、あと10分ぐらいです。何の話しよっか。ちょっと朝だいぶのんびりだから、ちょっとごめんなさい、首をかきました。何の意味もない報告です。なんかあるかなあ。じゃあ皆さんにここで一つお知らせがあります。あ、いや大したお知らせじゃないんですけど、お知らせがあります。私この度ですね、この度ついに USJ のルパン三世とのコラボの藤子ちゃんのブックじゃないバッグを買いました。ちょっとまだお店はできないんですけど、また見せられるようになったらちょっとこんな感じって見せたいと思うんですけど、ついにゲットしました。4年の時を経てと、4年の時を経てね、ついにゲットしました。なんか本当 USJ で見た以来生で見ることなかったんで、こんぐらいの大きさだったっけ、あれこんぐらいの大きさだったっけって一瞬になったんですけど、もうそんなのね関係ない。もうね、もうゲットできたことが
この上なく嬉しい。そう、片思いだったの。いや、っていうのもね、買ったのはあれなんですよ。言っていいよね。大丈夫だよね。メルカリなんですけどメルカリなんですけど、その USJ でその期間しか売ってなくて、で私も買わなかったことを後悔して、でずっと買いたい買いたいって思ってたんですけど、そういう4年の時を経てついにゲットいたしました。そう、無事届くといいな。ドキドキハートハートいや本当に嬉しい限りでございます。今回メルカリで買うの2回目なんですよ。1回目はハンターハンターの時を買って、そうそうそう、それもあのハンターハンターって2回アニメ化してるんですけど、1回目のアニメ化した時の方の声優さんのキャラクターが起こしてくれる目覚まし時計だったんですよ。そう、それあるの知らなくて、そんなのめっちゃ欲しいってなって買いました。そう、手元に届いたらね、配信で見せます。ね、本当についに夢が叶いました。嬉しいです。じゃあ最後にちょっとこの話をして終わりぐらいになるかしら、わからんけど、唐突に皆さんにご紹介したいと思います。私の好きなグッズ、多分見せるのはおそらく初めてなんじゃないでしょうか。こちら、こちらね、私が中2の時かな、中1だったかなの時に友達にプレタンプレでもらったグッズなんですけど、こちらはあの週刊少年サンデーで連載されていたマギっていう作品があるんですけど、その主人公のアラジンが爆食いをして激太りした時のフォルムです。このグッズめちゃめちゃ好きなんですよ。大事に机の上に飾ってる、ずっとこれはしまわず飾ってる。これ今度このこれ持ってミュージカル見に行きたいな。マリめっちゃ可愛くない？そう、めっちゃ可愛いよね、この顔。もう本当にこの時爆食いしてめちゃめちゃでかくなってるんです。わかると思うけど、このなんていうんだ、フォルム、ほらもうズボンもすごいよく耐えてるなって思うんですけど、こんな感じですごいですよね、これ。
まあ、今回ミュージカルのマギ2が6月ぐらいかな、東京の品川の方で確かあるんです。すっごい宣伝みたいになっちゃってる。そこにはあの元 AKB48 の岡田奈々さんがいらっしゃいます。そして私あの共演、過去に共演した方も、奈々さんとは別で共演され、過去に共演した方も出演されるもので、すすっつって楽しみです。そう、まあ、その方がなんかミュージカルその 2.5 って言ったんでいいのかな、ちょっと難しいんだけど、あの私の好きな作品に出るっていうのが面白いんですけども、はや。でビジュアル見たらめちゃめちゃ完璧で、もうそれも面白くて、いやもうすごいなって思いながら本当にどんな感じになるか楽しみでしょうがないです。本当にというわけで、なんか唐突に紹介したくなったお気に入りのグッズです。いや可愛いな、もう本当にずっと一回もしまったことない、ずっと机の上に飾ってる。まあ、それこそ外に持って出たことはないんだけど、そうそう。でもなんかこの子これからさ、ご飯といっぱい食べる時とかに外にも外に出して持ち歩くのめっちゃ良くない？ご飯と一緒に取るの。最近はあのどんぶりシナモンと、あと犯人の半沢さんのマスコットを持ち歩いてるんです。ご飯のために、ご飯食べに行く時に、ご飯食べに行く時に限らず、あのいつもどこでも一緒みたいになってるんだけど、そう、まあ、特にご飯いっぱい食べる時は絶対そのどんぶりシナモン、あのそのどんぶりシナモンがなんかいっぱい食べるシリーズみたいなやつで、プリンとポチャッコとシナモンの3人のキャラクター、あサンリオね、サンリオの話ね、3人のキャラクターがラインナップされてる、なんかめっちゃご飯になる、その3人をモチーフにしたご飯みたいなのが出てきて、こんなん絶対ご飯食べに行くときにいいじゃんって。アクスタジさんはオタの心得ですいいよね、そのキャラをいろんなとこに連れていくって。あ、じゃあ40分になったので今日はここら辺で終わりにさせていただきます。じゃあランキングを読んでいくね。13位から13位メソさん、12位ヨシオさん、11位レイニモンさん、10位がアティーさんでいいかな、9位ダレルンさん、8位カネッチさん、7位トモさん、6位キャパさん、5位がハチオットさん、ハチオンさんでいいかな、4位マモさん、3位飯田ひろゆきさん、2位アーティーさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。配信は多分また明日になると思います。また明日、またね、ありがとうございました。またねー。